どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。ゆるい入り方すごい、いつ始まるのかなと思いましたね。ハイがスイッチですよ、はい、ということで、はい、西川大輔さんに、はい、おなじみのお越しいただきまして、今日はありがとうございます。じゃあ久々にやってまいりました。久々にスーツをね、今回作っていただいておりまして、うん、今回はカチッとした感じではなく、うん、今着ておられる T シャツやスニーカーとかと合わせられるようなスーツが欲しいということで、カジュアルでも使える、うん、気軽にね、そういうサッと着れるような、そんな感じのテーマにして作らせていただいたんですけど、うん、はい、まあいろんなスーツとかちょっとかっちりとした前ね、マイオールとかすごい綺麗なスーツをたくさん作ったんですけども、うん、私服でちょっとそこまで行くときにとか、でもカジュアルになりすぎず、ただ着てて、あ、綺麗な着てはるわって言われるようなのを、うん、って浅見さんにちょっと無茶ぶりをしたところその竹とかデザインで遊んで綺麗な生地で作ったどうだっていうのがあって、うん、ストレッチ生地みたいなやつね。そうですね。で、今回ちょっと作って、まあまず西川さんそのままの服装で撮りましょうよってなってもう僕としては今すぐ着たいわけですよ。ただ出来栄えどうですか？いや、いいと思いますけどね。ちょっと上ずってるやん。そうですね。いや、なんかめっちゃね、なさそうな感じ。いやいや、前振りがもう僕のプレッシャー。ごめんごめん。頑張ってください。いや、そんなことない。マップしときます。じゃあもう早速、はい、ちょっと着替えていただきましょう。はい。じゃあ、せーの。できました。無地なんですけどね、はい、ネイビー無地、うん、あの今回作っていただいた生地は 2way ダブルストレッチ、うん、縦方向にも横方向にも伸びる生地でお作りしたので、かなりタイトに作ったんですよ、うんうんうん、え、これ見た目タイトですか？すっきり、あの、ね、パンツとかはもう、うん、いつもの西川さんのスーツよりも、うん、かなり細くしたんですけど、まあ、ストレッチ全然そんな気がしないが効いてる分、はい、あのそんなに窮屈感なくで、座ったりした時もやっぱり生地が伸びてくれるので、これすごいストレッチ素材だからこそのサイズ感というかで作ってます。こんなに細身にしても着てる僕からしたら全然もうスポーツできますよっていうあ、もうこれでサッカーやってほしいぐらいのできる。これほんまにほんまにね、これはもうできへんやろにしたって思うじゃないですか。できる、これはほんまにできますよ。ほら、おお、いい、いい、普通にできる。新しい教室、スーツサッカースーツサッカーね、スーツサッカーっていうぐらい動きやすくて、今日ね、この動画撮るっていうことで、うん、もう本当にこのスーツを着てこのまま外行ってもらって、うん、全然問題ない。全然本当にこれシワが全くならないのはなんでなんですか？これはポリエステル 100% だからなんですけど、はい、まあ、極端に言うともう雑に扱ってもらってもいいぐらいの。東京とか海外とか行く時にジャケットはカバンの中入れてペッて出してきても全然シワには異常になりにくい。これきちっと綺麗めに作ってるから見た目は綺麗で、そうなんです、生地はこう動きやすく、そうなんです。すごいな、これは着やすい。だスニーカーでね、かっこいいかなと思う。リュックとかで、うん、リュック合いそうやね。背負ってもらってもいいと思いますし、さっと着て、さっと行くみたいな、さっと着てとか、うん、いい意味で雑に扱えるとか、うん、あ、そうです。これはね、まあ、なんかとりあえず困ったらこれ着ようみたいな。めちゃくちゃ嬉しいよ。僕とか本当によく移動してスタジオとかでもこうずっと喋るとか、イベントでもずっと喋るけど空き時間は椅子に座ってとかいろいろしてシワをつけたらあかんわけですよ、うん、ただこれやったらもうさっき言ったようにもうサッと着ていたから助かる。そうなんですよ。今結構ビジネスでも夏場とか、うん、めちゃくちゃスーツしてない感じ、まあそのビジネスのこのスーツスタイルっていうのも変わってきてるのでね、うんうんうん、まあ、国がスニーカー履きましょうよみたいなことも言ってたりするので、うんうん、ちょっとこうスポーティーなスーツっていうのはこれからねどんどん増えてくると思うんですね。だからこういう着こなしっていうのはこれからの新スタイルになっていくのかなと。だから自分のそのお仕事とかプライベートで会うのがそのしっかり革靴しっかりネクタイとか
ちゃんとしたこのスーツなのか、はい、スポーティーなスーツなのかカジュアルなのかっていうのを見極めた上で選んで遊べる時代になったということですね。いろいろスーツスタイルも変わってきてるんで、もちろんね本来のスーツっていうのはなくならないんでしょうけど、うん、こういうのもどんどん増えてくると思うんで、なんかね随所になんかラペルもねあえて細めでね、そうですちょっとこうモードよりというよりですね、全体的にスリムにして襟も細くしてるんですけど、今期のトレンドであるピークドラペルにしてるんだ、さっきもこの前見ました動画で言ってましたよねそうですありがとうございます。で僕ちょっと一個言っていいですか、はい、気に入ったポイントはここ、はい、すごいこれ裏返すとドットになっているので、そうなんですよ、逆にあれですね、ちょっとまくるとドットカラー、コンセプトだからボタン外したらもっともくれますよ、ね、あなるほどね、ボタン外していただくと、うん、これがね袖に模様ができるじゃないですか、うん、ワンポイントのね、まあ、そういう風に着てもかっこいいです ね、うん、なんかこう白シャツにねドットが着ても全然うるさくないですし、そうそうそう、うん、めっちゃいい、ありがとうございます。逆にそのスタイルで、はい、あの自転車乗っててもかっこいいですね、かっこいいかっこいい、皆さんこのストレッチ素材ですか、着用したことがジャケットパンツスーツでなかったら、うん、これはちょっと本当に早めに一回体験した方がいいですね。そうなんですよ、これね感覚変わりますね。これはどうしてもこうポリエステル 100% とかっていうと、うんうん、ウール100よりも着心地が良くないんじゃないかとか、あそういうイメージがあるんですか。結構いらっしゃるのはいらっしゃるんですけど、ちょっとこうね考え方を変えるというか、うんうん、シワになりにくかったりとかストレッチ性が持たせられるっていうのはポリエステルのメリットでもあるんで、うんうん、こういう感じのスーツが作りたい方には非常におすすめな生地なのかなと、うんうん、最近ね M2 さんのその動画を見たりとかいろいろやってると、生地で遊んでオーダースーツでしっかり形で綺麗に演出するというか、今回のポリエステルもそうですけど、これで、そうなんですよ、ね、オーダーじゃないともしかしたらなんかいろいろあるかもしれないけど、オーダーでその綺麗なこの細部にわたってきっちり作ることによっての遊びの生地というか、まさにね、それが今回のもう今西川さんが言っていただいたことが 100% 今回のテーマになってるんで、いやもうすごい驚いてます私はさっきからね笑顔もなく大体こうびっくりした顔になってますけど驚いております本当にこれはすごい、オーダースーツのあり方、ああなるほどなっていうのを今ねもう私は着て体感しておりますよ。これはぜひ皆さんも体感していただきたい。本当この生地まだ西川さんと同じ生地もございます、うん、色違いもね、色違いも黒と紺とグレーと同じ、ね、あるんで、まあまあお手頃な価格ですもんねこれ、これめっちゃ安いんですよ、うん、めっちゃ安いんですよ、もう言いますけど2万5000円なんですよ、うん、言うかディティールとかサイズ感にこだわれるので、うん、だって僕本当に浅見さんがねパンツを今までないぐらい細身にしましょうって言って、うんうんうん、内心いやいや浅見さん大丈夫その細さって思ってたわけですよ、ね、ここもめちゃくちゃ細くしますと、うん、こことかもね、うん、で大丈夫かと思ってたんですけど全然大丈夫、ストレッチ素材だからこそですよね。そうですね、うん、よかった、これちょっと大吾さんに自慢します。ありがとうございます。ちょうどこの後、はい、802のこれ来て僕もね、うん、あの喋ろうと思ってますんで、いやぜひこれはいいわ、あの802のあそこのいつもの写真楽しみに、ああもうはいしてます、はい、全然違う服着ときますあれ、ちょっと危ないなしかもどこのジャケットこれ言うのそう、冗談です。いや、こちらこそありがとうございます。新たな一歩を、僕は新たな世界をこう味わいましたね、嬉しいです、本当に。なんかね、こうそこからなんかまたいろいろ作ってね、ちょっと変わったやつとかも、うん、そうですね、はい、いいかなと、はい、はい、勉強になりました、本当に。いや、こちらこそありがとうございます、はい、ぜひ皆さんも試していただいて、はい、ご自分の一着にしていただきたいと思いますはい、ということで、はい、今日はあの西川大輔さんに、はい、お仕立ていただきました、はい、このストレッチ素材のスーツの完成をお披露目させていただきました。最高でした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。